天高く。すみません、ありがとうございました。チャルがいないとやっていけない。トークン、エナ、ナーナ、クモ、ムー、オミリュウ、サンチャム、チェリコ、サクラッチ、ありがとうございました。みゆちゃん、ジョーコさん、ナットさん、ハンニャクさん、青空さん、アタクシュータみんなもありがとうございます。ゼロワンさんとゼロワンさんのリスナーさんもありがとうございました。またお願いします。あー、すいません、お願いします。ナイス、チャル、チャル、トーク、エナ、ナーナ、クモちゃん、よくやった。もうちょっと強い相手でもよかったか。無人でもしっかり出るね。電動は8。電動の差 10.7、 0.5 か、 0.5。 みんなギフトランキング今何位なの？電動が一番低いね。電動が一番低いってことはそれ以外のアイテムみんなもらってるってこと？そういうこと？4位でしょ。でも電動が8位。電動が8位ってことはどういうことなんやろ。それどういうことなんやろな。さやかさん、ありがとうございます。先週頑張ったからどういうこと？先週のギフトが多かったから。だって月曜日からスタートするでしょ。月曜日の時はもう始まってたじゃん。通常ギフトが多いってことでしょ。通常ギフトが。ありがとうございます。先週って意味がわからない。どういうことなの。 1.1 円ね。カボスさん、ありがとうございます。約3000票。5時半。あ、そういうことか。2週連続だからね。ごめんごめん、そういうことね。リスナー間違ってないの。先週にはもう縦イベント始まってたってことでね。どうでしょう。うん、やっと理解した。今からの人に投票させる。なるほどね。うん、そういうことね。友知、この今週の電動から月曜日から始まったわけじゃないもんね。理解した。苦しんでますね。必死だね。でももう伸びてるよね。苦しんでるっつってももうねえ、一気にはいけないんだろうね。もうギリギリだろうね。大変だね。もう荒野のリポレオネさんもそう思わない？目標が高いもん。そうでしょう。
最近 4M ってすごいよ。簡単に言うけど、だって 1M でもすごいからね、言うてね。だって 1.5M とかで日刊取れるからね、日にちによったら。そうでしょ、 4M ってそれを10日間って。かりんちゃん、初ギファレアンス。1日それを維持するの、維持してるのがレベチだよな。でみんな長時間やるならこれぐらいのバトル頻度にしないときついでしょ。俺やる気ないわけじゃないからね。もうこうしないと本当にもう1万台とかなるよ、1回のバトルが。もう2万とか1万とかになる。投票してありがとうに。振りすぎてるね。ギフトも頑張んないとダメだな。本当はエルちゃん、エルちゃんから DM 見たけどね、無理しないでね。今4位、3位がトコナッツ。ちょっと職場でまた夜ね。ありがとう友知、無限が来る、無限が。もう抜かれたくないな、夜こうや仕事行くの今日も。フラワちゃん仕事頑張ってね。9時とかじゃない、夜荒野は。いつも通り。4位、すごい伸びたら、まだまだ伸びるよ多分。全体の2位、よっぽど強いよね。そうやって思うと、カズさんとのコラボ、カズとやってる？ちょっとカズと日戦お願いする。縦イベントやってる人とやらないと、だから通常は増えるけどね、そりゃ坊ちゃんとかね。あとはちょっと同じ志の人とやった方がスコアが伸びるから、まあ縦イベントあったらいっぱいコラボできるよね。何も考えず時間を忘れ、キュピちゃん、キュピちゃんありがとう。24票、でかい。キュピちゃんそれはでかい。太郎ありがとう。太郎
ばあさんと、ばあさんともね、前しかよ、歌歌ってくれたよ、富士山登ってる時ね。久しぶりにワンさんの歌聴きたいかもしれんけどな、応援ソング、レタスさんありがとう。本当だよ、うんちゃんのやつ、うんちゃん、どうする、みんなどうしたらいいんだ、ハートミありがとう、ひまわりさん、よしチャージしてくるか、うんちゃん体調はいい、豊下ゆうちゃん、ボルタさんもみじありますすいません、ありますうん、このもみじがどんだけ貴重か、もみじ一発が、投票しました、また韓国来たな、チョパちゃんありがとう、うーん、10票足しになれば、いやめちゃくちゃ足しになる、その積み重ねなんでね、それ1票でもね、めちゃくちゃ大きい、マジででかい、うん、1日4票しか無理よ、無限もきついと思うんだよな、上がってくるのが絶対にきついと思う、みんなきついと思うわ、うん、みんなきついんよ、
ついよ多分。プリコでやってる。きついと思うよ。結構だから連戦続くと1回ずつが弱くなりすぎちゃうから、こうやってねグッと我慢するのも大事。グッと我慢するで、行くときに行くと、それも大事。戦略か、メリハリつけた方が案外良かったりする。でもこうじっとしてるのもつらいよ。わかるでしょ。こうひたすらじっと我慢するのも下も這い上がってくるし、25レベル以下いかに引き出すかってことで、多分ねもう上は十分出し尽くしてんじゃない。うちもそうだから、出してたのが気になった。こんばんは、リナ。キュピちゃんいいの、こうよ、ありがとうキュピちゃん、センキュー。ちょっと一戦いくか。一戦誰行こう。あ、リナ、俺行ったから、俺行った後にピン止めやめて。キュピちゃん、キュピちゃん、バトル行かない？バトルで行ってほしい、紅葉一発でも。これ一発でもね。だからバトルする相手がちょっといないわ。いや、それ行きたいっすよ、ボルタさん。行きたいっすよ。いいんすか、入れる人いなかったの。ここはもちさん、もう総力戦。もう気力の勝負やな。これは思い出になるわ。投票のいいね、10票あるんですか。入れてほしいっす。いや、もうきついっすよ、もう。うちポルタさんいっぱいいっぱいっすよ、もうリスナーも。ね、みんな。もういっぱいいっぱいだと思うわ。2986は悪いです。何が悪いの。悪いって何？おんちゃん、おんちゃん、紅葉。別。いやー投票面白いですね。強いわ。あと誕生日おめでとう、ともやつ。ああ、ありがとうございます。26歳になりました。おめでとうございます。ゼロワンさんっていくつなんですか？
32です。ああ、近い。だいたい一緒っすね、じゃあ。そうなんや。貫禄がなんかでもすごいっすよね。貫禄ある？めっちゃあります。ほんと？なんかトップライバーやなーっていう。ほんと？ただのおじさんだよ。めっちゃ嘘ついてるやん。もうコメントがすごい。うん、みんな知ってくれてるんだ。それは知ってるやろ。通じないわ。そうなんや、うん。平気で嘘ついたな。今バトルも強そうだね、誕生日だしね。いやー、でもバトル続きやからね、そこまでですけどね。結構連戦してる。連戦してる結構。めっちゃ連戦してますね今。ああ、なるほどね。そうですそうです。今結構バトルしてるんですか？いや、ずっと雑談してる。あ、そうなんですね。うん。まかな。何がほんまで何が嘘か分からない。37だよ。うん。じゃあちょっと一戦しましょうよ。一戦？はい。いいっすか？やろうか。よし。グローブなしで。なしでいきます？なしで。オッケーです。うん、いくよー、みんな。いくぞ。ミュートするね。前負けたから。あ、はい。じゃあ俺もミュートしとこう。前負けたからねー。タップさんま、タップさんま。前4つ、ね。今、両方通じて一番投票集めてるわ。タップさんま、団結力ね。団結力。バトルは強いぞ、うち。ただ、もう8日目だからね。8日目。みんなの気持ちぶつけれる？さすがにちょっと断れないわ。うん、みんな、スピチャレで一発いってほしい。一発。いける？よし、団結負けてない。団結負けてないぞ。気持ち強いわ、うちのリスナーは。気持ちが強いね。行くぞ。いい勝負してる。マジで言ってほしい。うん、これはマジでぶつけてほしいね。14人。14人。いいぞ。60秒。ちょっと気合い入れよう、みんな。そう、7。7、そう。ここはちょっとプライドかけよう。アズーサ、そうだ。アズーサ。ここは、プライドかけないといけない。チャル。チャル。ゼロリスの意地見せよ、みんな。意地見せるぞ、意地を。そうそうそう、アイス。アイスさん。最高。アイスさん最高。ジャム、ナイス、ジャム。もっといける。行くならスピチャレで行こう。チャル、ナイス、チャル。行くならスピチャレ。ここで3倍だから。雲、ナイス、雲。雲。チョパ。ここで行くぞ、行くぞ、行くぞ。繊維喪失。アン。行くしかない、10秒。そうそう、キュピちゃん。キュピちゃん。アイスさん。ナイス、ナイス、ナイス。ええな。そういうことや。よーさんま。ナイス。なら。油断しないよ、油断は。テルミン。よく言った。小次郎。
小次郎さんまだいた。オンさんも。そういうこと。チェリコ、ナイスバトル。キュピちゃん、ラストも行くよ。20万ポイント行こう。ジュノン、ジュノンナイス。サイチャさん、みんな言ってくれてるね。サイチャ、ナイスナイス。これね、絶対負けれない。勢いついちゃうから、向こうに。だから差し込みもしっかり言って、ともちゃん、チョパ、全員。しっかりと差し込み言って。オッケー、みんなナイス、みんな。大花。大花ナイス。ケイコ。マジでみんな言ってるやん。猫ちゃん。猫ちゃんかわいい。アーミンもよく言った。アーミン。アーミンナイス、ポケモン。小次郎。ナイスナイス。そうそうそう。ラストまでしっかり行こう。小次郎さん。しっかり行こう。これはナイス団結や。来る。差し込み来るからね。誰か差し込み来るから、それに全員で行こう。しっかり勝とう。しっかりと。油断しない。油断しない。投票の気持ちも全部ぶつけて。20秒。宣戦布告や。いいよいいよ。10秒ね。しっかり行こう。しっかりと。オンナイスオン。オンナイス。強い。そう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 。アズーサうまいうまい。ナイス。ナイスや。チーマルナイス。ナイス。チーマルよく言った。チャルもよく言った。チャル。チャル、これぞ、キュピンちゃんもよく言ったね。キュピンも美人さん。ナイスナイス。はい、アズーサいないとやってけない。アズーサ。ナイス MVP。かわいい。エナ、チャル、アイスさん、よかった。チョパ、ミナ、ジャム、キピンちゃん、サイチャさん、オン、10人まで 6K。この団結力はマジでやばい。ナイス団結。みんなで言った。なんでそんな毎回強いんですか？いやー、やっぱ団結力じゃない？団結力エグいっすよね。うん、全員で行く？気持ちが強いね。気持ち。俺と一緒で絶対負けないみたいな、なんか気持ちが強い。なるほどね。うん。俺も絶対負けたくないって思ってるんやけど、なんか。うん。数字がレベチやもんな、なんか。一桁違うもんな。お前はすごいよ。すごい。いやいや、いや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 、ゼロワンさんの方がすごいじゃないですか。うん。だって、全部ゴールド通しても今投票1位でしょ。いや僕もこんな行くと思ってなかったんですよ、正直。ね。俺もそんな行くと思ってなかった。リスナーさんがね、やっぱすごいよね。いや、そう、ありがたいですね。でも、ね、ゼロワンさんがいるから、なんか今すげえ燃えてるってのはあるっすね。俺も最後まで諦めず、真っ向勝負しよう。いや、もちろん、その方がおもろいんでね。うん。いや、負けんぞ、絶対。今日は、お前、こちらこそありがとうございます。うん。素敵な日にしてね。はい、ありがとうございます。こちらこそ。優しい。頑張りましょう、じゃあ投票。これからじゃあ、ね、ちょこちょこバトルしよう。ね。あ、ぜひぜひ、お願いします。長くしてください。こちらこそです。あ、最後スクショいいですか？ん？スクショいいですか？スクショ、じゃあ、はい、誕生日、おめでとう。スクショしたの、本当に。ナイスバトルや。ナイスバトル。こんなんね、投票負けててもね、そんなね、嫌みたらしいこと言っちゃダメ。これが器のでかさっていうもんよ、みんな。わかる？これがなかなかできないで、 TikTok の配信者は。せやろ。うん、向こうのリスナーもこっちのリスナーと同じ気持ち。友康くんに勝ってほしい、頑張ってほしいね、一緒の気持ちなんよ。
だからこっちに言いに来るのも嫌だし、向こうに言いに行ってもダメ、うん、ね、きっと努力もしてるんだろうしね、頑張ってるよあの子もね。ただスタイルも違うから、俺たちは1位になってね、俺のスタイルが正しいことを証明したい、ただそれだけ、俺の配信を証明したい、だから頑張ろうね、みんな、うん、俺たちがやってることとかやってきたことを証明しようよ、それができるから。で、投票はもう今回だけにしよう。あとはみんなさ、応援してくれた人に返そうね。もう1位今回取れなかったらもう取れないわ、それもしょうがない。キーさん、ありがとうございます。毎回他の配信者は振り回せないから、その分次は応援してくれた人全力で応援するんよ、みんなね。うん、諦めない、つく勝つぞ、まくる、まくれる、言うかないす、言うか、あとで、うん、まあ理想はね、ここ取ってね、いつかギフトも取ればもうね満足ないけどな。最後まで頑張ってくれるみんな、申し訳ない、リスナーに頼ってばっかりで、ちょっとしんどいけど6時間、あと6時間頑張るわ、6時間。だからバトル1回ずつちゃんと強くいけるようにしっかりとこう待機しよう。でバトルするときに備えてね、でその時が来たら全力でいこう、みんな、わかる？うん、だから夜来れませんっていう人は枠投げしてほしい、それ以外の人は時間ある限りじっと投票頑張りながら踏ん張る、どうせ来るから強いやつだから、そっからその時に受けてしっかりとスコア伸ばそう。今のはマジで良かったで、オーンさんもね、それが今日の作戦。バトル回数を増やしてぐだるぐらいなら、一戦一戦のバトルを大事にした方がいい。予約バトル、ねむちゃん明日ね、トコナッツとね、だからねむちゃんも敵なんだよ、ねむちゃん怖いよ、明日ねむちゃんの戦わなきゃいけないから、強いからライバルだって言ってる。ライバルちょっと早くない？うん、もうちょっとギフト部門強くなったらライバルでもいいけど、うん、まあライバルでいいか。それは向こうのがあるしね、うん、うん、でモカちゃんもハトいいよ、うん、ハトそういうの、でトモヤツも大人だから俺たち揉めないと思うよ、うん、ね、揉めるような子じゃない、そこまで頭悪くないんだ、あの子
くるくるする。計算高い。でも計算高さは必要よ、配信者ね。俺もきっと計算高いだろうし、ね、ユタシとも揉めてた。ハートミありがとう、センキュー。あと6人で6000人、ハートミ。めぐるありがとうね、はい、ありがとうございます。はい、まいちゃんもね。はい、どうもありがとう。ダダちゃん、はい、ひなりんね、はい、ここ、はい、ストップ。うん、ハートミーお礼配信になっちゃう。パナちゃん、うっくん、ありがとう。はい、ブターさん、バターさん、ルナちゃん、ストップね。はい、チさんね、ハートミーストップして、そうそうそう、ありがとう、みんな。はい、ペイアンさん、ペイアンさんフォローね。はい、チカちゃんも大丈夫大丈夫、センキューセンキュー。フォローもね、3万人いったしな。りょうさん、りょうさんです。こんばんは、ゆうこ。ゆうこ投票してくれた。はい、おさこ。ちょっとマッサージのコーナー行くわ。かやちゃん、電話中？今から会社のあの件で。ああね、揉めてない？こんばんは。はい、お疲れ様。5000人も増えたで、何がひっそり。本当はゆうこ、こうこちゃん。ちなみに公平っていうこうってその字、こうこちゃんのきみこちゃんか、同じ字だね。はい、こんばんは。よっこらしょ。こんばんは、おかえり、きみこか。こうこちゃん、俺公平、公園の公に平らで、親父がね、どんな人も公平に見れるようにってつけてくれたから、それはちょっと生きる上で意識してる。どんな人にも優しく、どんな人にもね同じようにって思ってるけど、やっぱ人間って人見て態度変えちゃうね。俺もね、やっぱ態度変わるね。やっぱあんまりよく思ってない人には態度出ちゃうわ。難しいよね。で、もういろんな人に優しくして勘違いされたりもするね、変に。で、リリーロー、この英語の人なんて読むの？ね、ワロタとか言ってないで。フォロー勝手にしてね、フォロー嬉しいから。何川西フェアって。トメヤツ、俺大丈夫、鳩に惑わされないから。大丈夫よ。ね。TikTok 以外からも。できると思いますね。はい、よろしく。あ、公平フェアってこと？平等ってことだけど。川西フェア、そういうこと。何それ。川西って呼んでもいいからね、本名で。川西公平が川西フェア、絶賛川西フェアする、もう応援してくれるならもう
何でもするよ、もう望み俺に叶えれるなら叶えるよ。付き合うとか結婚無理だけど、それ以外なら、うん。川西フェアしてます、はい。ちょっともう T シャツで釣ろうかな。今から MVP 取った人に T シャツステッカーセット送ってこうかな。どう？うん、 T シャツステッカーセット K7 いらっしゃい。それ嬉しい。狙おうと思う、うん。ただうちの MVP はね、結構難易度が高いね。あ、サブスク、ちょっと英語の人なんて呼んだらいいんすか。川西フェアワロタの人欲しい、まあ、トークンレベル30だから無料であげる。トークン LINE して、うん。それ以外の人、うん、あのワンライブか、あとシャリツブ君のやつもあるよ。お米のやつね、うん。トークン LINE してきてね、送るからね。レベル30になってくれたの、四天王だからね。あと男2人欲しいんだよね、ゼロリスさん。したら四天王ができるから、あと2名空きがあります。トー君と S 社長、あと2人シャツプレゼントしてた。チャリツブ君の方ちょっと MVP 入ってね、うん。でゆうゆうアッツね、あのプレゼントするから送ってきて。ゆうゆうも OK、 T シャツ配るよ。うちの枠で30になったでしょ、ゆうゆうもアッツも。そうよ、ちゃんとで T シャツも欲しいやつ言ってね。あの4種類ぐらいあるから、好きな種類。うわっ、ちょっとごめん、タバコが吸いすぎてきつい。大丈夫じゃないもん、もう俺は終わりだ。キミコ入ってくれたの、コウコちゃん、コウコちゃん。おお、可愛いからね、うちスタンプね。しかも高レベル、レベル33じゃん、すごいじゃん。どこのリスナーさんなの、うん、ナチュ、うん、はい、よろしくね。はい、顔面チェックいきます。あー、セクシーだね、ちょっと、うん、セクシーだわ。お顔チェック入るんでね、うちはサブスク入ったら、うん。投げてないです、リスナーの鏡だよ、トークンは。はじめまして、よろしくお願いします。ただうち7姉妹いるけど、レベルが30の人はもう入らないんだよ。アカウント作り直してもらわなきゃいけないって。姉妹入りたかったらね、うん。でうちでレベルを上げないといけないっていう、ちょっと大変なルールがあるからね。はい、初見いらっしゃい。 TikTok2 ヶ月目まだまだ今ね、あの
枠作りしてる最中の枠なん、新しい枠なんで、よかったらね一員になってください。で俺が一応ボスやってる、ボス。でタイプ的には最初からじゃなくていい、柔軟レベルなら OK、 まあ20前後ぐらいなら大丈夫よ。で俺は気持ちで配信するタイプだから、きっと気持ちが強い人が多い。見た目もね別に売りにしてないしね、あと負けず嫌いもいいんじゃない、で基本平和主義だけど言われたら倍に言い返しちゃうタイプなんか言われたら、ね、ね、好意的な煽りはね言い返さないけど、悪意のある煽りは言っちゃうな。おすすめの女の方に怒鳴られました、誰ですか、サブスク入りたいです、旦那に聞いてみよう。もうそんなの勝手に入りな、旦那のペットじゃないでしょリーちゃん、440円ぐらい勝手に使いな、そんなのね。それでもし440円で文句言われたとするなら旦那に返しようないよ。の手術わかんない、勝手に入ればいいよ、で俺の友達にね、友達とか知り合いにねルイージっていう知り合いがいるんだよ。で家ちょっと出て自販機で水買ったらね、そんなの家で水飲めよ、怒ったやついたんだよ、どうそういう旦那、もういいじゃんな、100円ぐらいの水ぐらい、それ文句言うんやで、ちっちゃいやつは。で本当に身長もちっちゃいんだよ、そいつ。でもあれがでかいね、ふわっち1じゃない、多分俺といい勝負。聞いたことある、こんばんは。あれも出かけりゃいいと思うんじゃないしな、もなかさんま、リスナーさん散歩行って風呂入っても眠い、どうする、モンジョリ、モンジョリスナーだけどサブスクいいの、言えた、入ってくれる、モンジョリで楽しんで俺で男を感じろ。ゼロワンさんにお話があります、みーさんどうぞ。ロックオンだ、ケチと不潔、デリカシーない人は男女関係なく無理。ケチじゃないけどたまに風呂入らなくて、デリカシーもないかも。下の話も結構しちゃうかな。みーさんロックオン。孫がゼロワンにそっくりなのですが、沖縄で間違いありましたか？沖縄で間違いはありましたか？意味がわからない。沖縄で間違いはありましたか？間違いがあった。沖縄でそのような行為はしておりません。どういうこと？入るね。ありがとう。明日なんて気分変わったら入らんでもいいで。沖縄行ったことあるけど、その時の彼女しかない。間違い起きないよね。
写真を LINE に送ってもいいですか、見していいですか、配信で、配信で見していいなら送ってきてください。でダメならね、ちょっと困るんで、ね、再登録できないですが、なんかうちのワークバグってるんじゃないの、だからサブスク増えないんじゃない、どういうことなの、どんな女の子が好きですか、セクシーな子、セクシー、あざとくて誘ってくるようなやつ、でぶりっ子がいい、ゼロワンさん会いたかったですとか、あの女の子には嫌われるような子、同性にはめちゃくちゃ嫌われるような、そういうタイプがいいかも、ちょろいから、あとボディータッチが多い子なんで、そういう子がいいかも。サブスクありがとう、600人いくか、騙しやすいよ。基本的にあのプライドはあるから、お願いされたことを断らないし、なんか買ってって言われて断ったことないね、基本的に。あ、夏にモンクレのダウン買っては断ったけどね、それはまあいい感じになってからだよ、誰でもはしないけど、夏は意味わからん。なんかまず指輪を買ったんで、アーカーかな、アーカーかなんかのいくらぐらいやっけな、20万ぐらいに指輪買ったのかな、その子にね、アーカーかなんかの、で今度はなんかあの大人の清楚系のなんかブランドの服屋さん行って4万円のワンピースとかね、服をまあ十何万買ってあげたのかな。そしたらハリー・ウィストンのねネックレス欲しいって言うから60万円の、それも買ってあげたんだよ。でそしたらモンクレのダウンが欲しいって始まってね、夏なのに。でもさすがにちょっともうエスカレートしてるかなと思って、ちょっとまあこいつ金目なのかなって思い始めた。で当時のリスナーさんに相談してもやめときなってなって、基本買ってあげるけどね、なんで。自慢でもないけどね、でも大事なのはリスナーさんに、リスナーさんの愛が詰まってるギフトってことよ。だったらね、何でも買ってあげるはね、ちょっと考えないとね、リスナーの気持ちがいっぱい詰まってるからね、今となってはそう思いますよ。もし俺が彼女できようもんなら、でも尽くす、それはいいでしょ、もうお姫様のようにしたい。俺は何もいらない、何もいらない。かやちゃん、電話終わった？
とマッサージしてもらっていい？はい。肩こりがひどくて。ちょっと頼むね。ね、寝るんか？いや、寝るんじゃなくて、はい、あの、こうやるから、ここの肘とかを外に開いてほしいの、肩を。え？そうそうそう。ちょっとあの、その当て膝をセンターにちゃんとやってほしい。うん、膝当てるならセンターに。ああ、そう、開いて、でゆっくり10秒ぐらい、はい、めちゃくちゃ効いてる、ね、3、4、5、6、7、8、9、10。いや、ここがね、巻いてるんで、めちゃくちゃ硬いですね、肩カッチカチ、はい、肩こりがなんともならんから、はい、でもその揉むのは大変だから、はい、この手を、はい、やっぱ開いてほしい。これをまたですか？うん、そう、そういう、はい、ヨガとかもそうなんだよ、はい、それが一番ほぐれると思う。ヨガがいいと思うんだよね、そういうこと。揉むのは大変だから。めっちゃ硬いですね。めちゃくちゃ凝ってますよ。ガチガチなんだよ。これがきついの、リスナーさん。長時間座ってるでしょ。なんともならない、これ。猫背でしょ。反対開ける、ギュッと。そう、さっきのやつもう一回30秒やってくれる、最後に。はい、ちょっと待って。数えて5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、もっとグッと、27、28、29、30。ありがとう。あとこれをグッと投げてくれ。はい。で、社長、さっきの腹犯人分かりました？誰？いや、ちょっと配信で言えない。これ上、こうですか？もっとグッと、そうそうそう、配信では言えないです。うそ、はい、もっといける。10秒、10、9、8、7、6、5、4、3、2。やばい、1。やばい、ごめん。耳元で、あれ誰なの？なんか ないんですか？会社の人じゃないの、あれ。あそこの会社の人じゃないの？いや、そうでした。うん？身内の方でした。身内？カエルちゃん、気をつけて。ここ。僕見てる。え？気をつけてね。はい。何？身内の人だね。いや、こっち来てくれてる。それで配信に言いないです。ごめん、仕事の話だ。そういうので、ね、あの95っていう条件、うん、水沢さん、すいません、肩こりがひどくて、肩こりが、うん、リナピさん、かわいそう。ナイス、優しい。増えてる？
ナイスが枠に来たの今。いや湿布ね、肌弱いからかぶれるんだよ。来た。そう、まあいろいろあったけどね、仲良くしようよ。毎日肩こりきつい。なんでこれの体ってこんなに不便なんだろう。肩こりと無呼吸とか、やはり腹が出てるから、まあ、体型もあるだろうね。いやマッサージは癖になるだけで、今揉んでもらってる時はあ気持ちいいってなるけど、もう終わったらすぐ戻る。うん、アンチじゃない。確かにね。猫背だから、うん。座ってる体勢。こうやってやろうかな、配信。身長高いから猫背になったんだよ。きついな。運動ね。長時間ね。だからちょっと横になりたいなとかもあるけどね、横になっても肩凝ってるよ。いやマッサージ呼んでも効かない。風呂上がりにストレッチ。ツイッターに写メ。ツイッターで相互じゃないと送れないよね確か。プロフィールに LINE 貼ってあるのに。うん、出ました。こういうのも最近増えちゃって、リスナーさん見てくれる？最近こういうの多い。ゼロワンさん、誰も頼る人いなくて DM 送りました。明日までに払わないと電気が止まってしまい、誰にも頼る人がいません。お金貸してもらえませんか？今月中に頑張って返します。身分も住所も教えます。以前ゼロワンさんのステッカーを送ってもらったように住所は DM に残ってますと。これもちょっとね、帰ってくるならいいけどね、一気取りするとキリがないもんね。うん、どうしましょうね、リスナーさん。うん、本当に困ってるんかな。DM 来てないっすよ。LINE に送ってください。配信者さんも言ってた？ああ、結構来るって、一回したらずっと続く。30万、俺一回50万騙されたことある。誰かは言わないけどね。でも結構応援してくれてる人だったからね。まあ全然いいけどね、問題ないけどね。いやブロッカーちょっとかわいそうじゃん。でも今
今でも信頼してる人に貸してるようかね、まあきっと帰ってくるよ、うん、結構長く初ギフトありがとう。なんか朝からやるとなんか時間の感覚がおかしい。もう体内時計がみんな体内時計がつかなななんで押し外したの。なんかおかしい。もう今何時、もう夜、もういつもなら夜中になってるよ。これに慣れないと。今日10時半飯いっぱい食った。朝の10時半何時間やってる。くったくただわねえ。あと2日あのヘラルとかね、心の問題はないけどくったくたになるな。8時間で、明日の夜はもう寝配信しようかな。だから実質最終日は24時間配信になる。 OK、 配信つけたまま寝る。最終日はね、で朝起きてやる。だから、TikTok 業界初、無呼吸 CPAC配信、うん、枠投げも投票もできるから言うなら、うん、特に投票効果的だよね、うん、あ、大きい久しぶり。きついよ大きい。タテイベント CPAP ゼロワンさんに似てる。もうこれ前も見たよね。ねえ、この人前もなんか送ってこなかった？ゼロワンさんに似てるって。何枚送ってきてんの？何？もうしつこいわ。LINE やめて。これ前も見ましたよ。ゼロワンに似てるって。こんな可愛くねえから。こんな。もうただの孫自慢じゃん。うん、はい、可愛い可愛い孫、お孫さんね。はいはい、かわいい。で、ゼロワンに似てるの？こんなかわいい子が。見せたいの？似てるか？はいはい、かわいいかわいい。うん、はい、かわいいね。はい、似てません。こんなかわいかったらもっと人気出てるわ。うん、トークン来た。私も孫の期間の結構です。はい。子供3人も。じゃあ大家族って T シャツ何枚あげなきゃいけないの？気持ちはわかるけど、うん。たまにいるからね。であげたこともあるよ子供にね。とつきてね子供来ると。
無限が来てるわ。無限が来てる。ちょっとバトル行くか。タイミング来ないわ。ちょっと強い人行こうかな。神谷行く。投票しに来た。ありがとうございます。神谷優、やらないか？辞退しました。蘭丸もやった。さてさて。誰行こう。無限は最後まで取っておいて、投票です。 LINE から投票しに来ました。アキリックスピペパポーポさん、ありがとうございます。どうもどうも、ピペパポさんね。朝比奈ちゃん可愛い子か。ゆうすけ社長、誰だろう。ナーリーマンも強いよね。俺とやる？やる？一戦。いいよ。全然。投票してきました。ありがとうございます。今何票差？結構来てるんじゃない？結構。お願いします。了解です。ありがとうね。ナイス。しかも39じゃんレベル。いいだろう。どんだけやっててなんで差をつけられるんや。どういうことな。そんなにしきちゃん強い。なんかからくりがある。どういうこと。貯めてる人もいるの？リスナーで。ね。なんで貯めてるの？ね。最終日に行くの？ここぞって時に？温存してるの？もう投票しちゃいな。そんな強いの。誕生日もあるかな。投票のコメント無効ってこと。さんもありがとう。ナイス。もう40にしたらもうどう、40になっちゃいなよ。ナイス。バトルっつうかゼロレスの一員として今から行けば、行くか一緒に。1位になればもうゼロレスになっちゃいな。どうなんそれ、おかしいか。リスナーになっちゃう、ゼロレスになっちゃえばいいんだよ仲間に。もしくは4コラして一緒にやる。チームで。
ないけどね。今日もね、配信プライベート全くないの俺。もう一人の時間も欲しいよ。一人の時間も、誰と付き合うかで人生変わる。確かに、まだあったりする。これ似合いますね。似合いし、寝顔が一番いいじゃん。ナイスいらっしゃい。カミアユーできねえのかバトル、ひよってんのか、いるか。ありがとね、みんな。運転中っすか？いや、違います。治ります？それどうしました？あ、いや、ごめんなさい、ちょっと治らないですね。治らないです。いや、バトル一戦ちょっとお願いしたくて。え、いいんですか？治らないですよ、これ。いや、なんで、どれぐらいで治ります？1時間ぐらいですかね。1時間後にやりません？まあ、いや、1時間後でも、まあ、今もやりますか？いや、ちょっとできたらお互い顔出しした方が盛り上がるかなと思って。お互いこれでいいんじゃないか。じゃあタバコ吸いながら一回、じゃあまったりで。で、予約バトルしないですか？10時とか。ああ、10時、ランマルさんが10時ぐらい来てって言ってて。だ23時。そう、予定入ってなくて。そういうことやった方がいいんじゃないですか、ジョは。強い人とプリコーとか。まあ、そうだけど、スピちゃんも強いんでしょ？いや、スピ弱いよ。弱いですよ、めちゃくちゃ。見ての通り、タップも1000人いるけどね、140しかないし、みんなラジオで聞いてるだけの枠だから、うちは。そうなんだ。そうそう、ギフトギフトってタップタップって結構あんましない。みんなのんびり聞いてるだけが多いから。もう悲しくない？悲しいけどもうしょうがないよね。みんなあんまギフト投げれないんでしょ。きついんじゃない？あまりお金とかないんだと思う。ギフトも押せない。ラジオ感覚で聞いてるみたいだから。そう。そう。だから、ゼロマンのスコアが落ちると思うよ。強くないから、好き。いや、でも、ね、一抜きになるしね、こっちも。ずーっと強い人とずーっとやってもね、あれだろうか。はい、タップさんま、タップさんま。うちはタップできる人だけ。もうラジオ感覚で聞いてるの分かってるから、うん、タップできる人だけお願いします。リフトとタップできる人だけでいいです。ごめんね、いつも無理させて。みんなご飯中かな。うん、スピチャレなくても続行でお願いします。60秒。よし、スピチャレきた。いける人だけお願いします。13人、頑張ろうね。聞いてるのが好きな人は聞いててください。
ける人だけで頑張ろう。50秒あります。50秒。2倍。お願いします。うん、2倍。ももちゃこありがとうね。ああ、ありがとう、じじいさん、ありがとう、ありがとうね。月ちゃんです。月ナイス。うわー、ゲルちゃん、ありがとう。ジャムナイス。ジャム行かないと。ありがとうね。ミカリン、ありがとう、ありがとうね。チキラー、ありがとう。 F アイフさん、ありがとう。花ちゃん、なおちゃん、ありがとうね。ありがとうございます。2倍です。ジャムナイス。できたら富士山集めてます。お願いします。7秒。投げれるだけでいいんで、お願いします。今よく言った。ナイスだ。あー、嘘、すごい。誰？あ、ゲル立て、ありがとう。ゲル立て、ありがとう。すごい、頑張った。みーちゃんもありがとうね。みーちゃんもありがとう。ゆいゆ、ナイス、ゆい。無理させてない。あいちゃんもありがとうね。キティちゃんもありがとう。ありがとうございます。みーも、みーちゃん、君もありがとうね。ゆみもありがとう。みんなありがとうね、本当に。どうもありがとうね。みーちゃんもいたね。何位まで？おー、7位まで団結できてる。あと3人。もみじ言ってくれたらフォローします。で、もみじ一発言った、みんちゃん、さんまも言ってくれると 1K なる。さんま1個で。できたら 1K 目指してください。1K まで。あ、ありがとうね、みんちゃん。優しいね。で、いろいろ教えてくれる人、投票お願いしてもいいですよ、ちょっと。ね。おー、アーミー、ナイス、アーミー。アーミーいたんだね。ミズ、ナイス。で、この人、名前呼び方がフォローバックしてるけど、トイプードルの子。ございます。えなぁ。ありがとうね。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。ゆるちゃん、ありがとう。ジジ、ありがとう。トークンいないとやってけない。トークン MVP。 はい。で、エナ、チョッパー、ジャム、チーマル、ツキ、ユユ、ミン、アーミン、ミズ。ありがとうございました。MVP、今 T シャツプレゼント記念やってるんで、トークンはもうプレゼント。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、またお願いします。出ます。運転はダメだよ。あ、聞いちゃった。いやーとか言って、一回言うとね、10行ってくるから。あ、また。私喋ってたんだけど、運転まずしてないし、あとプラス、やっぱ強い人のリスナーさんって無理してるね。すごいね、無理させ方が。すごいね、えぐいね。何？闇？言わせてる。何今の？え？どっちが無理させてるんだろうね、貧乏人とか言って。ね。どっちが朝から晩まで毎日ね、イベントの時以外もバトルして無理させてるんだろうね。さすがにないわと思った人、投票お願いします。はい、チョパさん、こういう時にこうしっかり投げてくれるね。で、リスナー思いじゃないと上にはいけません、ランカーも。はい、潰れちゃうからね、すみません。すべて投票お願いします。いい子ね、続かなかったね。まあ、こうやって投票伸びるからね。いいですよ。四季アンチが投票してくれるから。アライグマ楽だわ。アライグマ。
ょっと出かけるわ、みんな。いい？出かけて。ちょっと出かけよう。ちょっと出かけるか。行こうか。神谷が閲覧すげえわ。モスコちゃん2世みたいな、モスコちゃんだった。